ちょっと数字難しいかな、うん、大丈夫です、それを間違えるのも全然ありです分かりました。今は上がってないんですね。うん、今ただ録画だけしてて19日に僕たちのページでアップする、うん、それをもう自由に今流してもいいし、うん、流していいの？ご自由にどうぞ。あ、俺らが撮るってことですか？これ撮りたいね。録画したい、ライブ配信したい。ライブ配信したい。お、フェイスブックで。あの、琉球ステップでライブ配信しましょう。これでやればいいのか。ライブ配信ってどうやってやるの？あ、もうマネージャーに聞き。ライブ配信ってどう？とりあえずまず、あと、竹横のロック会でしょ。なんか、兄弟みたいに。ねえ、来たことっていうより、もう琉球ステップのページで投稿にしてライブ配信したらいいんじゃないですか。あ、これそうですね。で、ライブの方が来た。横にして横になればいい。あ、来た。どこかに。何もコメントとかいらないです。もうそのままあです。はい、いいそのままで、はい、今から録音します。どこか OK なの？あ、わ、すごい、そんな松村さん、ありがとうございます。泣ける。かっこいい。皆さん、こっち向きながらお、いいんじゃないですか。ほんまですか、嬉しすぎる。あっち側のペンス、こっち側、一緒や、一緒かった。はいやめてる、ね、ふざけんな。今カメラの調整中。調整中。その間録画はしております。すごいバージョンアップ。このタイトルコール。え？北高の1年生約300名に協力をお願いします。すげえ。すごいすごい。どんどん。かっこいいっすよね。硬い足、皆さんかっこいい。いや、もう琉球ステップさんに負けて。出たです。いやいやいや、今日はちょっと本当にお世話になります。あ、鶴さん、これで髪の毛もツンツンになって嬉しいわ。もういい、シーラ、やりますよ。はい、はい、あ、配信、はい、よろしくお願いします。もう配信、ああ、もう明日です。はい。おっしゃ、頑張りましょう。エグさん、じゃあ MC で始めてください。これから琉球ステップ。はい。来たことなかった。来たことなかった北中城に。はい、皆さん。はいさー。はい。まあ自分マネマネしてる。よし。マネージャーでいいです。じゃあ行きまーす、はい。はい。お願いします。そん。あ、間違った。せー。せーの。こんにちは。12月19日水曜日、108回目の放送になります。今日も元気に金城と松村がお送りする番組、来たことなかった北中城。この番組は水曜日と土曜日の1時30分から2時までの放送をしております。テーマとしては北中城に関連する魅力的な人、物、こと、イベント等を紹介しており、土曜日は生放送フリーでお送りしております。またラジオを聞き逃した方にも公式 Facebook ページにて番組の動画を配信中。
検索方法はカタカナで来たことなかった、漢字で北中グスク、グスクはお城の城と書いてグスクと読みます。 Facebook ページでコメントかメールでメッセージをお待ちしております。メールアドレスは radio.kitanaka@gmail.com radio.kitanaka@gmail.com までお寄せください。はい、よろしくお願いします。なんかザラ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 になってるけど、大丈夫なんですかね。ちょっと電源切りますから。それかな。生っていいですね。こっちからする？もう一回やる？もう一回行きましょう。だそう。なんでザラザラしてる？生。スピーカーだと。こっち離れたら。どこまで？あ。お、ちょっとリアルっぽくていいっすね。配信はしてます。配信はしてます。配信はしてます。この事故も配信してます。そっちじゃもうつけない。あ、ザラザラならないんだったらつけましょう。やろうか。はい。これがリアルですや。しゃ、もう一丁。来たことなかった。したことなかったー。北中です。こんにちはー。こんにちはー。12月19日水曜日、108回目の放送になります。今日も元気に金城と松村がお送りする番組、来たことなかった北中グスク。この番組は水曜日と土曜日の1時30分から2時までの放送しております。テーマとしては北中グスクに関連する魅力的な人、物、こと、イベント等を紹介しており、土曜日は生放送フリーでお送りしております。またラジオを聞き逃した方にも公式 Facebook ページにて番組の動画を配信中。検索方法はカタカナで来たことなかった、漢字で北中グスク、グスクはお城の城と書いてグスクと読みます。 Facebook ページでコメントかメールでメッセージをお待ちしております。メールアドレスは radio.kitanaka@gmail.com radio.kitanaka@gmail.com までお寄せください。よろしくお願いします。お願いします。松村さん、はい、もうなんか今日いっぱいスタジオに人がいるんですが、それで噛んだりなんかいろいろハプニングが起こりつつで、そうハプニング起こりつつで、はい、まあ12月19日ということで、はい、クリスマスもねそろそろ近づいてくることだし、何かあるんですか予定は？あ、いえいえ、ありますよ、もちろん僕にだって。何をするんですか？クリスマス。子供たちに夢を届ける。ああ、なるほど。毎年やってることですもんね。そうですね。はいはいはい。トナカイさんと一緒にちょっとやる仕事がある、はい、副業があるんです。副業があるんですね。公務員だけども夢を届けるっていう仕事がね。あ、なるほどなるほど。そういう仕事なんですね。松本さんもなれるんじゃないですか、体型的に。一度ね、やったことありますよ。うん、もう二度としないと思いました。いや、そんな中。はいはいはい。この、まあ、12月、ね、だんだん寒くなってきましたね。ね、沖縄もね、僕たちもそろそろ、はい、カリウシウェア、あ、ハイサイウェア、ハイサイウェアですね、もらったばっかなんだけど、はいはい、ちょっと冬用飲むやつももらいたいなともう少しこのバージョン早くもらいたかったなってね。そうですね、長袖バージョン言います、うん、またね。あ、いいね。お、ハイサイウェア長袖バージョンもね、募集中で。募集中です。まあそんなクリスマスも近づきながら、はい、体格のでかい松村さんもいながらのところに、はい、ところに今日はもうタイムリーなゲストさんがいらしてるので、はい、あ、もう早速ゲスト、はい、そう、もう早速行きましょうね。今日ちょっとおしゃべりな先生も来てるので、ね、時間が30分で、そう、30分間に合わなそうなんで、ね、もう何もお知らせすることはない。早速行きましょうね。はい、行きます。はい、じゃあということで本日もゲストさんお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。あ、元気ないい声で、じゃあ早速自己紹介を。はい、はい、
どうも皆さんこんにちは、琉球ステップの江口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてあのグスクヨガの方で、おなじみの今井慎子と申します。あの琉球ステップさんの少しメンタルのお手伝いをさせていただいたのがきっかけで、今日はまたあの応援団長としてやってまいりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、このイベントが近くにあるということなんですが、江口さんのご紹介いただいた琉球ステップってどういった団体、どういった会社、はい、まあ、ちょっと紹介お願いします。はい、僕たち琉球ステップはですね、沖縄県内を中心に運動指導を行っているスポーツトレーナーチームとなっております、はい。まあ、僕たちメンバー全員がですね、運動が好きということで、運動が好きなメンバーの集まりなんですけども、まあ、先ほど運動トレーナーチームと言ったんですけども、はいはい、まあ、まだみんながプロフェッショナルっていうことではまだないんですけども、まあ、だからこそ僕たちの運動が好きっていう気持ちを通してですね、人の笑顔と健康をサポートしていきたいというふうなチームになっております。でまたですね、僕たちは全員メンバー全員がですね、島出身のメンバーということですね、はいはいはい、琉球の文化を大切にしたいと思っていまして、まあ、その中でも僕たちはやっぱ体を動かすことが強みですので、この特に音楽や踊りっていうのをですね、中心に琉球の文化をエッセンスとして加えていきたいという。かっこいい、はい、エッセンスなんですね、はいはい、これらを踏まえてですね、何か人の役に立ちたい、社会の役に立てばいいなと思って活動しております、琉球ステップでございます、なるほど、わかりやすいまとめの。もしかして昨日練習してきました、今井先生。先ほどファミリーマートで、ファミリーマートまあそんな琉球ステップの団体で、はい、もうじゃあ主にこの学生さんとかがメインで動いてるんですかね。その学生さんはどういった学校に通ってる方々なんですか。これは那覇にありますですね、ヒューマンアカデミー那覇校のスポーツトレーナー専攻のメンバー、卒業生と在学生が中心となって活動しております、なんでこのヒューマンアカデミー那覇校に北中城出身のヨガの先生がどういった関わりしてるんですか。あのですね、このティーンエイジャーの皆さんってティーンエイジャー、はい、多感な、はいはいはい、夢と希望を持って学校に入学されるんですけれども、やっぱり誘惑が社会にはたくさんあります。ありますね。学校で箱の中で授業をただ受けているだけではもうのっぴきならないこの中が、そうですね、落ち着かない状態で、ある時ですね、あの学生たちがもう学校にいないという、あららららあれみんなどこ行っちゃったんだろうっていう学校じゃないじゃないですか。これはそうなんです、授業に学校来てもあら学生たちがっていう、あのちょっとピンチな状況がございまして。そういった中の一人でもあったんですか、江口さんは。僕は、メンバーより先輩に当たりまして、自分は真面目に学校行って、はい、真面目だったんですね。怪しい怪しい、ちゃんと資格も取りましたので、その後ですね、僕たちの後輩が後輩でこれは何か起こさないとということで、特にメンタル、心のケアということで、ヨガのメソッドがとてもあの効果的だったの で、 そ、 こでそのエッセンスも加えての一つプロジェクトとして関わったのがきっかけだったんです。あ、じゃあ江口さんが卒業した後に、はい、今井先生が、そうなんです、担任として、まさかの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 、そんな江口さんなんですけど、はい、出身はどちらですか。自分は南部の豊見城市出身になります、豊見城で、じゃあ豊見城高校、ここは糸満高校になります、ね、あら野球の強くなってる。あ、そうです、自分一応バスケだったんです残念まあ高校卒業してこのヒューマンアカデミーに学校を進学して、で先ほども言ってたんですけど、卒業して後輩たちがこの琉球ステップっていうのを立ち上げてるということなんですけど、卒業して何やってたんですか。で僕はヒューマン卒業して、まあ卒業するちょっと前ぐらいにですね、まあ、自分、まあ、一生懸命2年間勉強したんですけど、はいはいはい、俺この道で人生当たってるのかなってちょっと思い始めてある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 ね、このまま卒業してどっかに就職して僕は幸せなんだろうかと考えて、今すぐ決めなくてもいいんじゃないかなと思って谷野先生に相談して、そうだちょっと自分は一旦卒業して考えたいと思いますっていうことを伝えて、まあ希望を胸に卒業したんですけども、したけど結局やりたいことは見つからず、
毎日ハンバーグを運び続ける生活を1年間ハンバーグ屋さんにハンバーグ屋さんでアルバイトしてやってたんですけども、うん、それでなんか俺どうしようってめっちゃ落ちてる時に、うん、このお話を誘っていただいて、なるほど、一緒にやらないかということで、このままハンバーグ運び続けて僕も一緒にハンバーグにされるんじゃないか道に迷ってる時に、はい、これもやるしかないなと思って、なるほど、はい、じゃあこの後輩たちとは常に連絡は取り合いながら繋がってはいたんですか？そう、たまに遊びに行ったりはしたんですけど、うん、まさかこんな形でまた再結するとは思ってなかったので、ね、じゃあやるぞってなった時、おお俺もこの道に迷ってる時に、あ、もう迷いはなかったですね、うん、あ、なるほど、もう来たかみたいな、これを待ってたんだ俺はみたいな、はい、はやっぱずっと自分の中で人とは違う何かをやりたいっていうのがずっとあって、うんうんうん、それでヒューマンという学校も選んだので、うんうんうん、やっぱりみんなとは違う生き方をしたいなというふうに思ってたので、うん、あ、もうこれだって直感で思いましたね。ちなみにこのヒューマン卒業した人って大体どんな仕事に就いたりするんですか？自分がまだ2期生ではあるんですけども、あ、そうなんですね。先輩は、まあ、陸上の教室に行ったり、横浜の方でトレーナーのジムをやってる方だったり、結構みんな幅広くフィットネスクラブとか、フィットネスクラブのトレーナーとか、はい、トレーナーとか、なるほどなるほどなるほど、はい、でも俺はその道じゃないんだゴーパチじゃないんだそうなんですよね、はい、330って道もあるんだっていうの江口さんが、はい、とその後輩とで道を作ったという、はい、ことなんですね。うん、楽しそうですね。以前ね、平真城さんも、ね、真城さん出ていただきましたね。石垣出身のメンバーですね。頑張ってますよ、うんうんね、あの子と出会って新子先生とも出会いながら、もう一人ダンサーのメドルマン強しくんですね。あ、そうそうそう、メドルマン陸上のと、あの僕実は那覇 のホテル、僕たちが他の、はい、おじいちゃんおばたちたち運転手で連れて行った時に、この背中の方でイベントがあったんです。そう、背中であったんです。あ、そうなんだ。そうそうそう、コンテストがあったんです、ダンスコンテスト。なんでね、言ったらこの真城さんと、うん、あの先生とでこのコンテストに出るんだよっていうことで、たまたまあって頑張ってねって言ったら、はい、そしたらなんと見事、優勝できませんでした私たちね、失礼しました、惜しいんですねいやいや、でもいつの日か、はい、うん、そうですね。そんな琉球ステップがなんと近々イベントがあるということで、12月はね、はい、次郎市でなんと僕たち今いろんなイベントを開催させていただいてるんですけども、うん、ございます。まあ、今月12月ですね、はい、なんとなんとなんとイベント3本立てということで、あらららら ら, ら、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。じゃあまず3本立て紹介してもらっていいですか？はい、まず1つ目がですね、これは12月23日3からいきましょうか。はい、23日ですね、うん、日曜日、こちら糸満市にあります新屋敷自治会館でですね、うん、ウェイクアップ糸満ボリューム2をウェイクアップ、ウェイクアップ、目覚めましょう。はい、こちらボリューム2なんですけども、うん、先月第1回をやらせていただいて、うん、非常に好評でですね、皆様からもう一度やってほしいという声をたくさんいただきましたので、ならばやろうじゃないかということで、皆さんの声形にします。はい、はい、こちらも第2弾を早くも開催させていただくことになりました。ありがとうございます。この糸満メンバーが、うん、まあ、自分も糸満高校出身なんですけども、うんうんうん、あと2人いてですね、うん、やっぱ糸満ちょっと盛り上げたいなというのもあって、ちょっと北中の番組ちょっと申し訳ないんですけど、あ、いやいやいやこっち宜野湾で北中のことしゃべってよろしくお願いします。大丈夫ですよ、はい、うん、ウェイトリフティングチャンピオンがいるんですよ。あらら、糸満高校時代にインターハイでチャンピオンになった山城翔也というメンバーがいるんですけども、一人唯一ね、はい、もうすごい、彼はバチバチのトレーナーなので今お元気。なるほどなるほど、はい、はい、うん、はい、でもう一つがですね、12月24日、うんうんうん、月曜日ですね、うん、まあ、クリスマスイブなんですけども、はい、こちらが12月なのにとても熱々なイベントとなっております、はい、あららら、はい、ストロングボディストロングハート、子供も大人もみんなで楽しむ運動フェスということですね。こちら国際通りにあります沖縄ラフ&ピース専門学校さんを会場にお借りして行うビッグイベントとなっております。今この Facebook ページではこのちょうど2人の間の真ん中にこのこれが載ってます。おお、やった。ちょ、こんなしたらこういう感じですちょっと高いですねあ、ここら辺ありがとうございます。12月24日、はい、はい、で最後がですね、12月27日、うん、こちら飛んで石垣での会いになります。
こちらもストロングボディストロングハート石垣ボリューム2ということで、石垣も、はい、こちら先ほどもお話しいただいた平真代が、真代さん石垣出身メンバーということで、真代を中心に、はい、で今回八重山高校のダンス部さんもおすごいご協力いただけるということで、もう島全体がちょっとざわざわしているあれなんですけども、はい、そんな3本立ての中、はい、ちょっとこの今ライブ配信してるじゃないですか、ベンダーさんから、おベンダーさん超おーっていうコメントが来てます。ベンダーさんありがとうございますはい、はい、そんなですね、12月24日のストロングボディストロングハートのボリューム1、はい、初開催、この沖縄ラフ&ピース専門学校で開催するイベントをちょっと細かく教えてもらいたいなと、はい、特にね、このイベントがスペシャルなメンバーが揃ってますので、ね、はい、あの先生方がね一緒にやるイベントです。なんかさっき話聞いた専門学校の校長先生がカレー作ってくれるスイーツとよろしくお願いします。ちょっとそういった話も詳しく教えていってください。はい、はい、こちらがですね、うん、まあ、先ほども言ったラフ&ピース専門学校さんの校舎をお借りしてですね、うん、1階フロアから3階フロアに分けてですね、各階テーマに沿った内容の教室を、すごいな、開催いたします、うん、まず1階フロアがですね、はい、キッズとファミリーを対象にしてですね、うん、親子でお楽しみフロアということで、うん、親子で楽しんでいただける内容の教室をご用意しております、うん、最初にお笑いライブ&紙芝居というですね、うん、ラフ&ピースさんの学生さんによるお笑いライブ、うん、あとヒューマンアカデミーの生徒による紙芝居、うん、紙芝居、はい、こちら無料でご覧いただけますので、はい、皆さんぜひ見に行ってみてください、はい。そしてで次が親子でワクワク運動教室なんですけども、うん、こちらうちの UK セプのメンバー、うん、メドルマとガジャタカヤが2人で開催いたします、うん、親子で楽しめる内容の運動教室となっておりますので、うん、体を動かしたいお父さんお母さん、はい、子供の成長を生でこうリアルに感じられる機会になると思いますので、なんか喋りがスムーズに降りてきました髪が降りてきた、エグスさんそのまま、はい、シャンティーシャンティちゃんと授業受けてるんですね、はい、その勢いで次はユンタクタイムというのもご準備してですね、はい、先ほどもお話あったんですけども、うん、ラフ&ピースさんの校長先生がですねスイーツとカリーを無料でご提供してくださる。校長先生何者なんですか。校長先生は関西弁がね、うん、お上手ですね、関西の方ですけれど、はい、こちら皆様も無料で食べられますので、ぜひ、はい、で最後ですね、うん、こちら琉球エアロダンスチャンプライブということですね、はい、こちらエアロビクスとダンスと生ライブを織り交ぜた、うんうん、とても熱々なダンスイベントになってるんですけども、生ライブもなんかスペシャルゲストが、はい、こちら今回スペシャルゲストですね、うん、沖縄を中心に活動してくださっている美ら島ナビゲーターさん、はいはいはい、アーティストさんをお呼びしてですね、うん、こちら堀内かなこさんと DJ ニュードさん、ニュードさん、はい、という方、はい、お二人来てくださったんですけども、うん、このとってもかっこいいんですよね、はい、本当に私たちも初めてでね、うん、ドキドキしますけれどね、生 DJ 生音楽とで生エアロビ、生 DJ 生音楽そして生エアロビダンスということで、かっこいい、ちょっとこれやばいんじゃないですかみたいなこれやばいんじゃないですか、鳥肌もんすね、想像しただけでちょっともう終わってなるんですけども、ね、うん、ぜひたくさん、ね、はい、来ていただきたいですよね、本当に、はい、なるほど、1階フロアの最後がこの生、はい、ライブしながらの生エアロビーということで、はい、はい、じゃあ続きましてセカンドフロア、はい、こちら2階フロアがですね、体をちょっと疲れ取りたいなとかリラックスしたいなという方向けの大人の癒されフロアということですね、はい、うん、こちらはまず最初ボディケアブースというのがですね、うん、こちら無料で受けられます。どんなことするんですか。こちらは、まあ、ボディケア、指圧マッサージだったり、そういうほぐしだったりを無料で行いますので、うんうん、こちらうちのメンバーが、お、はい、ちゃんと皆さん知識がありますので、うん、いいマッサージ、あ、ボディケアを受けられます、うん、こちら事前予約制になりますので、そうですね、はい、お願いします。で次がですね、ヨガ呼吸法ということで、うん、こちらヨガの体験教室も行います。なんか今回はでも私ではなく、うん、とても可愛い先生が来てくださいますので、もしかしてチラシの前に載ってる、そうですね、お長さん、違うか、お長さんではないです、お長さんは違うね、あ、
さっきコメントいただいてる。そうなんです、ベンダー先生、ベンダーさん、チエさん、倉石先生が、あとブリビングの皆さんにも少しお力添えいただいてのクラスが開催予定です。なんか新子先生が、はい、出るのかなと思ったんですけど、私はあのね、あのおばちゃん役でお手伝い役でお掃除やら何やらさせていただきます。またいえいえ、よろしくお願いしますね。はい、はい、で次がですね、はい、ピラティス教室でですね、こちら内地の方からスペシャルな先生を、鈴木和馬さんという先生なんですけども、もう和馬さんのレッスンを沖縄で受ける機会って本当になかなかないですし、そうなんですか、本当にすごい先生で、頭めっちゃ緑なんですけど、緑なんですか、もう真緑、本当に歩くエナジーでですね、初めて会った日からなんかもう昔から知っていたんですかみたいな感じで、よーっていう、初対面からいきなりエナジーをもう感じてこの人やばいなと思って、沖縄の方ね、社員の方多いですから、そうですね、一瞬みんなドン引いておりましたけれどだけどそこからのもう影響ってないです。すごかったです。一緒にいてエナジーを僕たちももらえて、本当に一緒にいるだけでいろいろ吸収できるような素晴らしい方、なるほどですね、はい、この方のこのエナジーはやっぱあってじゃないとわからないので、なるほど、ぜひ来てください、来てから見てください、はい。じゃあこのセカンドフロアの最終がピラティスで終わるということで、はい、続きましてサードフロア、はい、3階フロアがですね、はい、こちらちょっと体を動かしたいなっていう方向けの元気にマッスルフロアということですね、うん、こちらマッスルフロアって言ってるんですけども、うん、本当に運動、うん、あんまりちょっと得意じゃないとか、うんうんうん、ちょっと自分はって思ってる方向けに本当に来てほしい、あ、すごい、やったことない方にぜひ来てほしいという教室内容が盛りだくさんなんですけども、うんうんうん、最初がエアロ&マッスル、あー、そうですね、エアロビクスダンスと筋肉トレーニングを織り交ぜた30分にギュッとまとめた内容の教室となっております、エアロビクスはちょっと自分やったことないからそれはちょっとっていう方ぜひ来てほしい。いいんですか、めちゃくちゃ面白い、そういう方に来てほしいです、本当に、ね、エアロビクス本当にちょっとハード厳しい、ちょっと挑戦に感じる方も多いと思うんですけど、本当に楽しいです。楽しいですよ。最初ちょっとあーとかなってるかもしれないですけど、もう始まってみたらもう汗だらだら流して笑顔で。なんでしょうねあれね。なんなんですかね、やっぱ音楽の持つ力ですかね。すごい。楽しいプログラムです。はい、続きましたよ。はい。あ、じゃあこちらの教室が琉球ステップのメンバーが。おお、はい、出た。こちら先ほどご紹介いただきました平真代が。真代、はい。浜本聖太もね。ほう、浜本聖太も。はい。2名で。フェイスですけれども、行います。なるほど、はい、次がですね、うん、体幹トレーニング。あ、出た。ですけど、まあ、体幹と巷では騒がれておりますけども、うん、やっぱその体幹が変わったら生活がどう変わる、体がどう変わるっていうのを体感していただきたいのトレーニングと練習通り行きます。練習通り入りました。でこちらですね、うちのメンバーの山城翔也、先ほどご紹介いただいたんですけど、うん、ウエイトチャンピオンが。実際に自分が行っていたトレーニングだったり、うん、身につけたトレーニングっていうのを皆さんに伝えていただけるということで、へー、はい、もうこの体幹ね、あの、まあ、以前から長友さんとかも取り入れて、はい、パフォーマンスがアップするっていうね、やっぱアスリートだけじゃなくてやっぱ普通のこう生活してる中でもやっぱ体幹って結構大事になってくるので、腰痛予防だったり、そういういろんな予防につながりますので、ぜひこちらも、うん、おすすめですね、はい、おすすめになっております。そしてサードフロア最後に、最後はこちらストレッチポール教室となっております、うん、ストレッチポール、まあ、聞いたことないっていう人もいると思うんですけども、うんうんうん、まあ、1メートルぐらいの筒ですね、筒なんですけども、これに寝っ転がってもうコロコロするだけで姿勢改善だったり、体の筋肉の緊張が緩和されたりだったり、うん、いろんないいことがこんな簡単にできてしまっていいのかっていう魔法の筒になって、これの教室をこちら無料で、無料ですか、はい、なんと無料で、こちらも先生はインストラクター、こちらも先生、はい、うちの琉球ステップのメンバーが行います。本当に15分ぐらいですかね、15分ぐらいでさっとやってこんな変わるんですかっていうのをぜひ体感していただきたい、あら体感ナンバー2 体感ボリューム2で、ボリューム2で、はい、やっぱこのやっぱ普段デスクワークしてる方とか、ね、やっぱちょっと前のめりな姿勢になってしまっているので、はい、ここでリラックスして自分の本来の姿勢を取り戻して、うん、いい仕事をしていい睡眠を取ろうという、なんか本当に盛りだくさん、練習の時よりお口がね滑らかに、シャンティシャンティ何なんですか、シャンティはね、あの出てきますね、ちょいちょいグスクヨガだよ、ぜひヨガのね先生がやってたんですか、シャンティ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 歌いますから、シャンティシャンティ思って全然笑いますか結構ためますからね、シャンティって出ますから
いやいやいや、はい、そんな番組ですか、ちょっと趣旨が戻してください。はい、そんな江口さん、はい、江口さんも実際インストラクターとして出るんですか？僕は MC としてですね、うん、現場の総監督の方をさせていただきます。じゃあそんなイベント、沖縄ラフ&ピース専門学校で開催するストロングボディストロングハートなんですが、先ほどからこのイベントは無料ですとかって紹介いただいたんですけど、実際有料の部分もあったりするんですよね。はい、こちら教室がですね、うん、あるんですけども、うん、こちら先ほど紹介したストレッチポール、うん、ボディケアの方はこちら無料となっております、はい、ですね、こちら運動教室の方がですね、うん、こちらワンデイパスを販売しております、うん、こちら当日券が1,000円、うんうん、こちら前売り券ございます、こちらが800円、あ、お得になってます。こちら琉球ステップの Facebook イベントページから購入できますので、うんうん、こちらですかね、ぜひこちらから見てみてくださ い, はい。でこちらワンクラスだけ受けたいなっていう方のためにですね、ワンクラスの500円のチケットも500円ご用意しております、うん、のでぜひもう無料クラスだけでもって方でも全然大歓迎ですので、ね、いいですね、こちら見ていただいても全然いいですので、はい、じゃあ Facebook ページの検索方法はどういった形で検索したらいいですか？はい、こちら Facebook ですね、琉漢字の琉球、うん、STEP、うん、ステップで検索すると出ますので、はい、琉球ステップでご検索お願いいたします。じゃあ最後に開催時間紹介ください。はい、こちらが11時半からの受付スタートになります、うん、最初の教室が3階フロアエア&マッスルが12時からスタートになります、うん、はい、その後随時各フロアでイベントを行いますので、うん、こちら琉球ステップのイベントページからぜひご確認のほどお願いいたします、うん、はい、それでは12月24日ですね、ラフ&ピース専門学校にて行いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんと琉球ステップの Facebook ページで現在ライブ配信をしてるやつなんですけど、江口先生、新子先生聞いてますよってさっきのベンダーさんから、ベンダーさんありがとうございますよベンダーさん、ベンダーさんで、ナマステ山城誠也さんから、お、翔也さんですね、先ほどのウェイトの山口、あ、江口さん、新子先生見てますって、はい、ありがとうございます。はい、ということで本日は琉球ステップから今江新子先生と江口さん来てくれたんですが、最後になんか一言あれば、江口さん。はい、僕たち琉球ステップですね、まだまだ若いメンバーで頑張ってるんですけども、もうこれからこうイベントを通してですね、一歩一歩成長しながら成長して、いいチームになれるように頑張っていきますので、うんうん、皆様の時にはお力をお借りしながら、ぜひ僕たちも素晴らしいものをお届けできるように頑張ってまいりますので、まずはこちら3本イベントありますので12月、うん、お越しください、はい、お越しくださいよろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。そしてじゃあ最後に今井先生、はい、若い方の若い方の力ってね、無限ですよね。まさかこんな形で自分が、うん、青春をもう一度生きさせてもらってるような、うん、実は彼らがステップアップのためにって本人たちは言うんですけれど、うん、私たちのなんか新しいね、うん、ものを見させてもらってるような感じで、うん、ぜひ、はい、2つお得です、はい、私たちにも彼らにもお待ちしております、うん、はい、ということで本日は琉球ステップから今井先生と江口先生でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。 Wake up いいね、元気だね、元気ですね、もう時間いっぱいいっぱいはい、まあ、短くしよかったですね、初めに、はい、はい、ということでまた土曜日、はい、また土曜日お聞きください。それではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いっぱいコメント来てますよ。マジですか。ベンダーベンダーさん、ベンダーさんはもう愛やから、皆さんに会えるの楽しみ、石垣も行きたいって。ます。で、トーマつぐむ、お、つぐむさん視聴、ね、視聴中ですよ、つぐむさん、嬉しい、見てるつぐむさんありがとうございます。で、この琉球ステップがFacebook ページでライブ配信してるんですが、実は放送日はまた12月19日になるので、皆さん12月19日、19日もシェアしてください。はい、ぜひとも、ぜひとも、はい、お願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいね、いいね。ありがとうございました。嬉しい。